プログレス M1 から7は2001年にロシア連邦宇宙局が国際宇宙ステーションの補給のために打ち上げたプログレス補給船。NASA ではプログレス6や 6P とも称する。プログレス M1 型でありシリアル番号は256番だった。プログレス M1 から7は2001年11月26日18時24分12秒にバイコヌール宇宙基地1。 発射台からソユーズ FG で打ち上げられた。2日後の11月28日19時43分2秒に ISS のズベズダモジュールのアフトポートにドッキングした。ドッキングポートに残っていたプログレス M-45 のデブリのためきっちりとしたドッキングが確立できなかったが、この破片は12月3日に行われた臨時の宇宙遊泳で取り除かれ、その後、 M1 から7はしっかりとドッキングした。プログレス M1 から7は3ヶ月半ほど ISS にドッキングし、プログレス M1 から8の到着に備えて2002年3月19日17時43分にドッキングを解除した。翌日の3月20日1時27分に起動離脱を行い、太平洋上の大気圏に再突入して燃焼。 燃え残りは2時20分ごろ会場に落下した。プログレス M1 から7は第三次長期滞在などのクルー向けの食料、水、酸素や化学実験用の物品類を搭載していた。人工衛星のコレブリー -2000 も貨物として搭載しており、ISS から離脱後の2002年3月19日22時28分に展開された。ありがとうございます。